スタートしました。まず芝の上3コーナーへ向かって12番アリススプリングス出ていきますが、内からは4番の星雲はるかにダートコースに入りました。キュートヘスティアが今3番手、内からは2番の K.I. メープルも加わって前が4頭、あとは3馬身差、5番のエコロネスが追走して、外にはフレーズメーカー、内は3番のリーゼントミニの体勢、そしてジェットマックス、さらには16番のサンダビューク、3コーナーへ向かいます。中段には11番のシゲルファンの夢、あとは3馬身下がってライシングウィットです。さらには内に1番のロードミッドナイト、これから3コーナーを向かいます。そしてこの馬群の中には9番10番のトモジアミンがいて3コーナーをカーブします。その後には13番のコスモルーテウス、3、4コーナー中間、あとはグッドフォーチュン、最高峰は8番のフィールザワールド、前は4コーナーを迎えます。直線コースに向かいます。3頭広がっている、わずかに2番の K.I. メープル、 K.I. メープル、そして星雲はるかに、さらには今3番手には6番キュートヘスティア、残り 200m を通過した。あとは追い込み勢はどうか、エコロドネス、さらにはジェットマックス、1番外から16番のサンダービュークなど追い込んでくるが、さあ抜けたのは11番のシゲルファンの夢、一気に突き抜けてシゲルファンの夢ゴールイン。そして2番手には大外から8番のフィールザワールドを追い込んできて、この馬2番手。